こんにちは、プリスキラ TV JPN です。今日は京都三千院に向かいます。三千院に向かっています。ここはでも旧道だと思います。向こうから車が来たらどうする。本来この道にストーンと出るはずだったのに、でもこの車新しいからナビも新しいはずなのに。すごい。大原まで5キロです。烏丸五条までが25キロ。ギリギリまで登ってこれるので、途中で一番近い駐車場っていうところに止めなくて大丈夫です。いつもギリギリまで車で登ってきます。ミセス・ジョーンズなんか撮ってます。歩いて上がってくるとこの道になります。渓流沿いに。おそば、もうちょっと上。ここをね、ずっと、ちょっと下ってみる？素敵なとこよ。ここは、バスで三千院に来る方は、ここを歩いて上がってくることになります。とても風情があって、美しいところです。はい、それではこれから私たちはお昼ご飯を食べに行きます。三千院のお団子屋さん有名ですね。あれ、外で焼いてないね。京都らしいです。いつもご飯を食べるところが閉まっています。今日は定休日。冬になると掘りごたつがあって、掘りごたつじゃなかったかな、おこたがある。ここのここはよくご飯を食べるところなんですが、残念ながら今日は定休日。昨年リニューアルした瀬良さんにお邪魔しています。窓からの眺望が素晴らしい。ミセス・ジョーンズは何を召し上がりますか？おはらめセット。セットって何なの？ゆっくりメニューを見てまいります。なんかなんだろうな、そう、冬瓜のようなのとか、赤いのはなんだろうな。赤いこんにゃく。右はと、あ、両方こんにゃくみたいだね。冬瓜ではないね。そしてとろろね。私の方はおでんセットにしてみました。お蕎麦は冷たいお蕎麦。はい、お腹が空いたので食べます。本当に絶景パノラマです。よもぎのわらび餅です。いかが？大変美味しいございます。ミセス・ジョーンズ大変美味しいございますということです。あ、ありがとうございます。すみません、お水かけます。お皿入ります。私は蕎麦湯をお願いしました。関東では普通に出てきますが、
関西ではそば湯をくださいってお願いすると、いた、こんな風な入れ物で出していただけます。ちっちゃく切ってしまいましたが、よもぎわらび餅は冷たくてプルンプルンで柔らかい美味しい食べ物です。瀬良さんのお庭です。大きい声がいますね。3000円に登っていきます。周回道っていうの、3000円のお庭です。道内の撮影は禁止されていますが、お庭の撮影は OK です。ここは裸足でお堂の中を歩くのですが、真冬に来ると足がちょちょ切れそうに痛いです。ツアーブキが自生しています。お庭は美しいです。もみじの頃になるとね、またここが一段と彩りが美しくなります。冬には雪が積もって、またそれも風情のある風景です。夏の終わり、セミの声が聞こえます。これから3000円でお臼を頂戴いたします。返しを購入しました。菊の御紋が入っております。ありがとうございます。すみません、お菓子は何かな？羊羹です。羊羹。美味しそう。はい、ありがとうございます。あ、ここに、はい、頂戴いたします。ありがとうございます。では、綺麗に立てておりね。ね、ではお酢を頂戴してまいります。そうそう。うん、お菓子を全部食べてからお茶をいただくのが普通ですが、いいんです。あのね、どんな風に召し上がっていただいても、美味しく召し上がっていただくのがよろしゅうございますので、羊羹を丸かじりしようが、はい、羊羹を丸かじりしようが、半分食べようが自由です。半分にしたみたい、丸かじりはしなかったみたい、はい、それでお手前を、正面を避けて2回回して、はい、手前にお口をつけていただいて、そのままお茶碗の向こう側をおでこの方にずーっと持ち上げていただく、これが正しいお作法でございます。うん、うん、で、京都のおじいさんに習った。大変結構なお手前でございました。やっぱりお菓子の後、そうね、甘いお菓子の後にちょい渋のお薄を、美味しかったね。なんかこの、そうね、うん、
思うのね。私はちょっと、はい。でもこのところの慌ただしい数日のことを思うと、この心洗われるような美しいお庭でお茶を頂戴してゆっくりさせていただきましたね。スザクモンですね。ここは三千院は木だけではなく苔も有名です。お庭は撮影してもいいということで伺っているので、はいはい、撮影させていただいてますが、はい、この苔の種類を教えていただいていいですか。杉苔、はい、ヒノキ苔、ハイ苔、ハウですね。あ、ハウ、ハウからハイ苔、はい。ムチ苔、ムチ、ムチ苔、はい。砂苔、砂苔。こちらのお庭は三千院さんやっぱり苔で有名なんですよね。そうですね、苔は多いですね。そうですね、はい、ありがとうございました。お仕事のお邪魔して申し訳ありません。どうもありがとうございます。苔についてお庭のお手入れをしてらっしゃる方に教えていただきました。これ考えてるじゃないですか。終わんですね。かわいいお顔してます。おー、かわいいな。かわいいお顔して拝んでます。書いてもらったの。
ですね、じゃあお参りされた順番に並べておきますね、はい、一番最初ご本尊薬師如来行かれてます、はい、で阿弥陀三尊ですね、はい、で弁財天、はい、でお不動さんと観音さんという、はい、こういう順番で多分回られてると思います。ありがとうございます、はい、ご朱印帳を忘れてしまった場合にもこのようにちょっとこの1枚もあのご用意があるそうで日付を記入していただくことができます。ありがとうございました。じゃあ1500円ですね、はい、ごめんなさい片手で、はい、頂戴いたします。すいません、どうもありがとうございました。これで心置きなくありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。次の動画は京都錦市場です。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。